はい、今週も始まりましたバトルニュースよしコラムから生まれましたよしこの仁義を果たすもの。はい、今回4回目となりましたけど、今週は 8.17 後楽園大会の反省会を行いたいと思います。はい、はい、そういうわけで反省会ということなんですけども、よしこ選手は、夏木選手、安川拓斗選手と組んで、6人ダックベルトに挑戦してましたわけですけども、残念ながら試合は敗れてしまいましたが、率直に試合はどうでしたね。やっぱもうこの試合の前から川勝が結構ギクシャクしていて、まあ連携とかもうまくいかないし、なんだろう、マークトに対する信頼関係というのも一切ない形で今日のこの試合だったので、まあ、不安はあったんですけど、まあ、川勝だしっていうことはやっぱずっと組んできた仲間だから、やっぱなんだろう、体が覚えてて欲しかったし、なんだろう、アクトもこの試合で見せてくれると思ってたんで、そうですね、なんだろう、今日っていうか、その後楽園の結果が今の後楽園の全てだと思いました、うん、まだこれまたメインイベントの白井亮対木村京子の試合中にですね、セミファイナルでピンフォールを王子お帰りから取られた安川拓斗は突如乱入して、なんと椅子を振り上げ、小川代表には殴りかかるわ、まして月親分と吉子選手にも殴りかかるわと大暴れでした。いやもうね、最悪だよ人としてね。何、川勝に入って川勝でやれなくなってバシリフレスで今日の試合負けて川勝でいれなくなったら、もううちらを敵に回して、もう技で返すやつなんて本当いらないよ、スタッフ。しかも仁義なやつは本当いらないの、最悪だと思いましたね、あいつに関しては。第2章始まるとか言ってるけど、もう第2章始まれねえよ、あんなんじゃクズだね、人として最悪。まあモンスター軍と合体するのがちょっと微妙なとこですけども、もしモンスター軍と安川拓斗は合体するようになると、また当然よしこ選手も対戦しなきゃいけない機会が出てくると思いますが、でもしたいのはすればって感じで、絶対無理だよ、そんないろんなとこ転々としてるやつがね、そのできないって。むしろああいうモンスター軍とか本当ね、絶対やっていけないね、あいつには無理だよ。ちょうどこのコラムがアップされてすぐ5スターグランプリの開幕戦が新球場で行われますが、いきなり吉子選手の相手は高橋七重選手です。はい、ですね、自分今年こそこの5スターグランプリ必ず優勝したいと思っているので、まあ、高橋七重親分木村京子を必ず倒さないといけない相手だと思っているので、もう初っ端からその倒した相手の一人高橋七重が相手っていうのはもう自分にはすごく美味しいと思っているので、ここで開幕戦から勢いをつけて行きたいと思っている高橋さんに今年こそ勝ちたいと思います。で、そうですね、ファイブスター、ブルーなんちゃらが安川拓斗もいるんですけどもね、やるしかないでしょ。しかも後楽園っていう舞台なんで、ボコボコにして、立ち上がれなくしてやりますよ。今週の仁義を果たすものはちょっと真面目モードでお送りしましたが、最後にその着てる T シャツはもしかして吉子選手のニュー T シャツじゃないですか。はい、 8.17 から発売中の吉子 T シャツです。ああ。これはですね、自分はいつか自分の個人 T シャツを出そうと出す時に絶対こういうのにしたくて、自分のなんていうの、そのコスチュームのあれデザインにしたくてって考えたんですけど、そしたらこんなかっこいいデザインにしていただいて、めっちゃかっこいいです。で、ちびっこが自分女の子のファンとか結構いるんですけど、ちっちゃい子がその T シャツを着て売店に来てくれてめっちゃ可愛くて、もう早く川勝に入ってくれないかなと思いましたじゃあ最後に、このコラムを見てくださってるよしこファンに5スターに向けての意気込みをお願いします。5スターですね、そうですね、今年こそ5スターグランプリ必ず優勝して、自分はですね、今年の女子プロレス大賞を本気で狙っています。絶対に5スターグランプリ優勝して、で今年中にタイトルも挑戦して必ずベルトを巻いた形で女子プロレス大賞になれ
を取りたいと思ってるんで、はい、応援もよろしく。チリアスも勝ってね。